まあなんか、まあちょっと偉そうじゃないですけど、見方によったら、まあ、周りから見たら、まあね、僕実際、スットガルトからハンブルグっていう、まあどちらも所属してた期間は、高額争い、まあもちろん行った最初のシーズンはすごい、好成績で終わったんですけど、まあそれ以外は、割とね、下の方で戦ってるチームっていうイメージがどうしてもみんなの中であるんで、下位のチームだからだろうみたいなのは結構言われたことはあったんですけど、でもドイツって本当にそれでも、こう、ポジション取るのが難しかったり、試合に出るのがすごい難しくて、で、下部だからといって、レベルが低い選手が集まってるかって言ったら全くそういうわけじゃないんで、まあ結構自分がそれぐらい試合に出てるっていうのも把握してるんで、結構そこは自分の中でも、なんか、こう、誇りに思ってるというか、自信を持ってるっていうところはあって、で、なんでって結構聞かれるんですよ。はい。実際に僕8年いて、ドイツに、監督交代を多分本当、7人か8人目ぐらいの、そうですね、監8督なん人、ですよそうね。ですだからね、1年に1人いなくなってるっていう感じなんで、プレーしてる選手たちはすごく分かりやすいと思うんですけど、やっぱ監督が変わるって選手にとってすごい、メリットもありデメリットもありっていう状況で、でも僕はもちろんその最後のスットガルトの半シーズン以外は基本的にどの監督でもずっと試合に出てたんで、もちろんね、ドイツのサッカーを理解しようとしてこの8年間ずっとやってきたんで、多分第一にそこがこう、まあ、すごく監督たちには、褒められるところっていうところがやっぱりあって、でもう一つ自分がすごく気をつけてるっていうのは、その監督が何を求めてるかっていうのをすごく意識して聞いてるというか、まあミーティングだったり練習中だったり、まあ試合の反省した時に、まあ、こういうこと言ってた、ああいうこと言ってたっていうのをすごくよくこう頭に入れて、まあ、それを体現するっていうのはすごく意識してて、まあそれが理由ってわけかは分からないですけど、まあでもどの監督でもやっぱ出られた要因ではあるのかなとはすごく自分の中では思ってますね。実際になんかじゃあこう聞きに行ってんじゃないかとか、監督とコミュニケーション取ってるんじゃないかって言うんですけど、僕ほとんど監督と本当にコミュニケーション取らない人なんで、まあキャプテンやった時は割とこう呼ばれて渋々行くってことあったんですけど、自分から率先して監督に行くところは全くないし、どこでじゃあそれをね、インプットしてっていうのは、やっぱ人が言われてることの注意点も自分のことのように聞いてたというか、ああ、そうなんだ、あのポジションではああやっちゃダメなんだとか、ああしてほしいんだとか、そういうのをすごい聞きながらやっていて、自分のポジションだったらなおさらそれを練習から体現するというか、本当に一個前の練習、昨日の練習で言われたことをすぐにそれを、監督が求めたことをその次の日の練習で体現したりとか、あとやっぱり本当にそのドイツのサッカーを自分はすごく、理解してるつもりでいるので、やっぱそのドイツのサッカーがどういったものなのかっていうのをちゃんと把握しているからこそ多分それが体現できて、でやっぱりそのベースっていうのはどの監督もやっぱり一緒なんで、でそれが本当に自分がこの8年間やってきた中で積み重なって、体現できてるっていうのがやっぱり監督にとって非常に、ポジティブに見えるのかなっていうふうにはやっぱりすごい思って、でまあじゃあそれ具体的にどこなんかって言ったら、本当にその球際のところで戦うっていうところもそうですし、で攻撃のところでもやっぱりこう、判断を早くしたりとか、戦術的理解をしっかり持ちながらとか、まあ、そういう自分が今まで経験してきたことっていうのをやっぱり監督に見せるっていうのがすごく大事であって、で結構やっぱりこう監督が変わっても出続けるっていうのはなかなかいないんで、まあなんかそこがこう他のみんなにはない、みんなにはやっぱりうまさがあったり速さがあったりっていう中で、まあ、そこまでこう自分の色がない自分にとって、やっぱそこが一つ自分の才能なのかなっていうのはちょっと最近こうなんかこう思うようにはなってきたかなと思いますね。どうですかね。まあ僕お兄ちゃんとトシ子だったんで、基本的にこうお兄ちゃんと同時進行で行動してたのはあったんですけど、でももしかしたらそういうのもあったかもしれなくて、逆にこうちょっと同時進行というかね、こう一緒に遊んでる時間が多かった中で、あ、これもしかしたら怒られるかもしれないから兄ちゃんにやらせてみようみたいな、こう、だそういうのはあったかもしれないです。それを遠くから、これやったら怒られると思うんだけどどうかなっていうのを兄ちゃんを見ながら、ああ、やっぱりねっていうのはもしかしたらあったかもしれないし、次男にいて一番やってたことっていうのはすごい見てました。その弟たちが何してるかとか、お兄ちゃんが何してるかとかを見てて、自分から何かやってるっていうのはもちろん遊んだりはしてたんですけど、どっちかというとすごくこう一歩下がって、こう弟たちが兄ちゃんが何やってるかを見てたっていうのはもしかしたらあったかもしれないですね。はい。
てすぐもう感じましたね。やっぱりこう何でもああ分かった分かったとか練習中にバーって言われて、ああ分かったごめんごめん、自分が悪くなくてもごめんごめんっていうのが最初にドイツに来た自分で、でやっぱりそうなるとやっぱりみんないい顔したいから、こう自分のミスも俺になすりつけてきたり、こう悪くないんだけどちょっと豪徳に言っとこうかなみたいな、なんかおいみたいな、ああしとけばこうしとけばって、いや本当はね自分のミスなのにとかって、でだんだん少し舐められて何言っても大丈夫だと思われてって、でそしたらなんか平気でなんかこうダメ出しとかされてとかって、こうやっぱ自我を出さないことによって自分がどんどんその生きていく世界で不利になっていくっていうのをすごく最初の半年ぐらい感じたので、まあとりあえずまず言葉を絶対早く覚えて言い返せるようになろうって、もう悔しかったんで、だからそれをすごく意識して、で二つ目はやっぱ本当にもうそこで負けないというか、いや関係ないって言って俺のせいじゃないって言って、そ自分のミスだからって言える自分も思ったり、でも長くドイツに行くにつれて少しそこは変えたっていうのは、自分のことも言うんですけど言い方を変えたというか、向こうとこっちがぶつかり合って、いやお前だお前だじゃなくて、俺はこうしてもらった方が良かったけど、そのお前からしたらどうなんだっていう、なんかこう聞く方にちょっと変わってったというか、じゃあそれによってなんか向こうが思ってることも聞けるし、で自分が思ってることも伝えれるしって言って、それがなんかすごく最近というかここ3、4年ぐらいかな、だいぶ自分の中でなんかこうドイツ人との関わり方というか海外の選手たちの関わり方っていうのはなんか変えられて、でそれができた時っていうのはすごくチームメイトからも、もちろん監督からもそうですけど、なんかやっぱ信頼されるっていうのをすごく感じるようになって、で向こうも何も言ってこないし、で自分がミスしたことも言ってこないし、あ豪徳ならっていうのはすごくチームでも今でも感じるんで、逆にそうなると今度立場として発言する権利も結構ついてきて、で自分が何か言うときは本当にみんながあって思ってしまうタイミングなんで、すごい今はそれ自分の中でいいラインを海外において自分が築けてるなっていうのはすごい感じますね。まあ、それをやっぱり、変えたっていうのは非常に自分にとって大きな成功というかね、こうドイツでやれる中での一つの鍵だったのかなと思いますね。まあ、単純に本当にやっぱりモチベーションが高いっていうのは非常にいいことであって、でただこうやっぱり本当に高すぎて高すぎて空回りしてしまうことっていうのはやっぱり人間誰でもやっぱあるわけで、で逆に今度最初からじゃあいや今日はとか、いやじゃあちょっと控えめにってなったら、やっぱりどうしても基本的に考えがやっぱり遅くなってしまうんで、何か考え事しながらサッカーするとその分の判断が遅くなってしまうんで、でそれはやっぱ本当ディフェンダーにとっても命取りなんで、何秒でもこうちょっとふっと考えてしまったりすると、だからそれがやっぱりこう自然に自分が考えずに体から自然にこうなんていうんだろう、自分がハッと思ったのが瞬間的に体に出せる状態っていうのがすごくそのちょうど真ん中っていう感じで、で自信もあってネガティブでもないかといって少し危険を察知できるというか、ネガティブな部分もある、こうなったら危ないなっていう考えもちゃんと頭にあった上で自分に自信を持ってるんで、本当にどっちからの目線もすぐにこう切り替えられるというか、でそれをすごく意識していて、でそのラインっていうのは結構口では伝えにくいんですけど、やっぱり自分の中であって、でそれがやっぱ本当に大事だっていう風にすごく感じてて、でまあ本当に今口で言うのであれば、そういうこう本当にどちらとも目線に行けるような状態っていうのが一番ピンとくるかなっていう、練習では全くしないミスを試合でしてしまうと、本当にそのなんでだろうの状況に陥っちゃうんですよね。なんでそんなミスしたのって自分でも思ってしまうんですよね。でもやっぱそれを振り返ってみた時に、なんでだろうって思った時に、その瞬間だけいろんなこと考えちゃってるんですよ。例えば敵が来てるのが見えた時に、こっちに行きたいけど、あでもこっちにかわした方がいいかなって、あでもって、そのあでもがその瞬間にすごい何通りもこう出てきてるっていうのが結構共通してあったんですよ、ミスのシーンで。あ確かにこの時なんか、あこっちにもいたし、でもこっちの方がポジション取った方がいいし、あでもセオリー的にはこっちでとかって、その瞬間にやっぱやられてることが多かったんで、もう本当にこう起きたことに対してリアクションするのではなく、もう体に任せてパッと思った時にここ
で、それがやっぱり本当によく若手とベテランとの間で言われる経験だと思うんですよ。だからどんどんいっぱいミスをして、逆にミスを成功のこう鍵じゃないですけど、成功するためにミスいっぱいしなきゃって思いながら、やっぱりミスを受け入れたっていうのはありますね。はい、それを気をつけるようになってからは。で、僕の場合はその最初の初年度はこう割かし物事がうまく進んでってしまったので、そういった時期が少なかったっていうか、そんなことも考えずにもう次って思ってやってたんで、そんなことを考える暇もやっぱブンデスにはないぐらい休みがないんで、目まぐるしく攻守が変わるんで、だそれについていくのに必死だったっていうので、初年度はだいぶこうその辺こう気にはならなかったんですけど、ちょっと余裕が出てきてできるなって思い始めてきた時に、ちょっと考えが出てきて、で判断する前に考えるようになっちゃってってなってくると、今度やっぱり少し遅くなってミスが起きてしまってって、うわ1年目あんなミスしなかったのになって考えてみると、やっぱりそんなことを考えずに本能でやってたっていう中で、でもその本能の中にもちゃんと経験があって、これはやっていいはダメっていうのを自分でシュッて判断できるっていうのが、やっぱりこうどんどん備わっていったっていう感じだったんで、まあよく言ったらやっぱポジティブシンキングっていう感じになっちゃうんですけどね。ただそれに対して何が違うかっていうのは、ポジティブシンキングっていうのはポジティブばっかり考えてて、でも僕のはネガティブなことをしっかり把握した上でポジティブな発言をするっていう、それを理解した上でポジティブになるっていうのなんで、やっぱそれをこう目を背けてポジティブになるのとは全く違うんで、それだともうこう学びがないというか、ただただ自分で進んでるだけなんで、ただそのこう試行錯誤がこうどんどん自分の中でそういうメンタリティを築いていった一つの理由なのかなと思います。まあ本当にドイツに行って人間的にもメンタル的にも成長させられたなっていうのはありますね。うん。本当に楽しくやらせてもらってるというか、今までにないこう勝ち続けるサッカーとか、勝ち続けるためにはっていうメンタリティとか、その状況って僕は経験したことがなかったんで、非常にそこは楽しいというか、でだからこそ負けに対するこうなんて言うんだろう、反骨心とかダメージがでかいというか、はいはい、負けちゃったよみたいな、はい、っていうのがすっごいだから嫌ですね。負けが嫌じゃなかった時期もあったんですよ。負けちゃうだろうなぐらいな感じがあったんですけど、今はなんかその負け自身がすっごく抵抗が強いっていうのがあるんで、それはやっぱり見れなかった景色今まで、で非常に見えてて嬉しいなと思うし、で勝つために自分がじゃあどう上手くならなきゃいけない、良くならなきゃいけないかっていう試行錯誤もすごい楽しいし、本当今すごいサッカーが楽しい、中で、まあ代表の話も含め、あまり自分の中で今まで何かを成し遂げたっていうシチュエーションがサッカー人生振り返ってきて、まあ細かく見たらね、その、まあ、100試合出ただとかね、はい、その代表に選ばれたとかもちろんいろいろあるんですけど、ただこう自分が胸を張って僕これしたんですよっていうものが正直今までなくて、で今はもう本当にそれに集中したいなって思った一つの、そのまあおっしゃった目標っていうのが、やっぱり僕はハンブルグをもう一回一部に優勝してあげるっていうのがもう最大のモチベーションであって、これから自分がやっぱり、まあまだわかんないですけど、できる、現時点での最高の目標設定だと思ってるんで、それがもう本当に今自分の野望というか、もうそれに全てを尽くす、うん、でそれを代表ワールドカップ終わってからも考えてたしっていう意味も含めて、代表はやっぱり一度、うん、お休みというかそのまあ僕はこう代表を目指すっていうよりは、チームで自分のね持ってる力を全部出せるように代表に行く労力を削って、やっぱりチームに注ぎたいですっていうのがまあ半分本心であって、まあ他にいろいろ自分で思うことはありましたけど、そうですね、それがあった上でやっぱ代表のその決断はしたんで、うん、本当に昇格っていう言葉だけじゃ足りないんで、僕はもう本当に優勝して上がりたいって、今1ポイントしか差がないですけど、本当にこれから先もどんどんポイント重ねて、まあ、勝てるように、難しい時も来ると思いますけど、でも本当に最終的には優勝を目指して、2部から1部に昇格するっていうのがもう何としてでもやっぱ成し遂げたい今目標ではありますね。はい。